皆さんどうも、小宮です。さあ今日はですね、サビ部分とですね、今このマフラーなんですけど、このマフラーもね、この辺もちょっと今回ね、サビ今回ちょっと削ることはしないんですけれども、脱脂鮭してサビをこれ以上進行させないような液体がありますので、そちらを塗っていこうかなと。それでは工具と液の紹介をしていきます。まずマイクロファイバータオル、養生ちょっと使うかわかんないですけど、もしかすると使うかもしれないので、養生テープで、パーツクリーナー、ブレイククリーナーですね。でこちらの缶あると思います、 TOR15、 こちらがですね、もうサビをこれ以上進行させないようにするための液体です。とあとハケです。これは100均で買った工作用のハケで塗っていきたいと思います。発煙捨てて脱脂して拭いて、でそこからですね、養生します。なぜ養生するかというと、ちょうど錆びてる部分ね、ところ、そこに塗るんですけれども、ちょっとやっぱボディについたら困ると、見えるところについたら困るということで、養生テープを今貼っております。塗っていきたいと思います。完全に乾いたのでマスキング外していきます。はい、ということで、こういう風にですね、塗っていただければ、一応サビの防止、サビがねこれ以上広がらないようにするための液体今回塗りましたので、皆さんもぜひ気になっている方はぜひ手軽にできるのでやってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。この画面上にありますアイコン、おすすめ動画になっておりますので、よかったらぜひチェックして、高評価、チャンネル登録の方もお待ちしております。小宮編集でした。バイバイ。